の続きをやっていきます。状況はですね、こっちからずっと攻めてきて、前回ねこの辺勝ち取ったばっかりなんですね。もう順調すぎますね。ここと今同盟組んで、あと14ヶ月、もう同盟もいらない感じ。あ、でもここがねすごいね、こっちの方と同盟組みたいね。組めるかな。同盟、外交同盟、一番遠いところと組みたい。島津と組むか。島津強いからな。3部隊も、3部隊でできたら、で僕らは今ここを勝ち取ったばっかりで、まだ開発してないと思うので、ここの開発をするんだけど、まずガラクタがあるので、ガラクタを処理してもらいましょう。こういうやつ任せよ。あれ道がねつながっているので、所属を、この所属を全部春日山にしよう。ここも春日山、全部春日山でします。ついでにね、ここもね、春日山です。このタイミングで。春日山。で、ここの城もいらないので。入城にして、上田城に持っていって、承知しました。で、撤去、お任せを。残りの人間は引っ越し、春日山の方に行ってもらいましょうかね。春日山、春日山、これも春日山、春日山。あ、間違えた。あ、春日山、春日山、これも春日山、全部春日山。上田城、お任せください。人間は春日城の方に行ってもらおうかね。あとこの辺もね、
退却。 承知。
諸勢力の部隊が出陣しました。承知いたした。かしこまりました。Thank you.